んでしまったの。へ、F35 のレゴブロックなんてあるんだ。646ピースなのよ。ん、これってレゴブロックの正規品じゃないぜ。え、そうなの？ロゴマークもないから、レゴブロックとの互換性はあるみたいだけど、中華のパチモンじゃないか。そんなことって、本物だって思ってたのに。足の裏の痛みもレゴ特有の硬さだから、信じてたのに。まあ、レゴブロックのパチモンは海外製品だと時々あるから気をつけた方がいいんだぜ。本家はデンマークだから、よく箱を確認した方がいいぜ。これからは通販で買うときには、注意するわ。じゃあ今回は、航空自衛隊が運用する F35 のブロック4へのアップデートについて、じっくり解説するんだぜ。性能が大幅に向上することになるからな。ゆっくりしていってね。さて、F35 戦闘機のアップグレードが進み始め、最新バージョンであるブロック4へ置き換わりつつあるな。最近は戦闘機も、アップグレードするんだ。昔の機体は、そういうことなかったよね。どうしてなの？第4世代までの戦闘機の能力向上は、戦闘機自体を再設計したり、大改造して能力向上を図るしかなかったからな。旧ブロックから新ブロックに変更することは、非常に難しいし、莫大な経費がかかるんだ。そうなんだ。例えば航空自衛隊が F15 のうち68機を回収して、対艦ミサイルを搭載したり、空戦能力を向上させたりしようとしてるんだが、電子装置を総特化しなきゃいけないので、1機あたり100億円かかると言われているぜ。そんなに高いの？ああ、それに改造できる機体も限られていて、初期に導入した機体は改造すら困難なんだ。なるほどね。F35 のアップグレードは簡単にできるのね。第4世代と比べれば、安価かつ容易にできるのは確かだけど、パソコンのソフトみたいに無償アップグレードできるわけじゃないぜ。そうなんだ。また、アップグレードする、いや、しなければいけない理由があるんだ。どういう理由なの？ F35 に限らず、第5世代戦闘機の開発は極めて長い時間を必要とするんだぜ。だから必要な能力に優先順位をつけ、まず最低限の能力を持った状態で実用化するんだ。なるほど。その後は主にソフトウェアのアップグレードによって能力を高めていく。いわばスマホのアプリと同じような形式で行われる方式をコンセプトとしてるんだ。小改造が必要となる場合はあるけどな。アプリやソフトみたいに無償アップグレードではないのね。もちろん購入契約の際に、それは説明されているぜ。ただしどんなアップグレードをするかは決まってないから、アップグレードコストは不明だけどな。今までは、どんなアップグレードがあったの？細かい点はいろいろあるけど。ざっくり言えば、ブロック0が、試作機で戦闘能力はなく飛ぶだけだ。ブロック1で限定的なセンサーを積み、対空戦訓練が可能になった。ブロック2で、データリンクが可能となり、限定的な空戦や対地攻撃能力が付与されたんだ。ブロック2までは実戦は困難なのね。ブロック3で、完全な戦闘能力を持ち、あらゆるミッションをこなす戦闘機となり、機関砲の射撃機能とAIM-9の運用能力追加がされたんだ。なるほど、航空自衛隊の F35 は、このブロック3ってことね。ブロック3からブロック4へのアップグレード内容は、予定されている66のアップグレードを少しずつ行うんだ。といっても 80% はソフトウェアの書き換えで、部隊レベルで実施できるらしいな。20% は FACO とかで小改修をするみたいだぜ。66って多いね。どんな内容なの？ロッキードマーチン社のホームページを見ると、以下の内容だな。まずは自動地面衝突回避システムの搭載だ。2019年4月に航空自衛隊の F35 第1号機が、パイロットの空間識失調による可能性が高い墜落事故が発生し、パイロットと機体が失われた。こういう悲劇も、このシステムで防止することができるかもしれないな。ご冥福を祈るわ。テクノロジーリフレッシュ3アップグレードは、総合的にコンピューターの処理速度を向上するみたいだ。マルチドメインオペレーションの付与で、イージスミサイル防衛システム、統合空中ミサイル防衛戦闘コマンドシステムとの統合ができて、イージス艦との共同作戦も可能になるな。イージス艦とのデータリンクってことね。無人チーミング機能も付与されるから、将来的に無人戦闘機が開発されれば対応可能だ。また、弾道ミサイル防衛機能も付与されて、ブーストフェーズで敵の弾道ミサイルを撃墜できる新型、または改良型迎撃ミサイルを将来は運用できるそうだ。いろいろあるのね。航続距離拡張で、F35A6600 ガロン外部タンクと、投機可能なパイロンを搭載できるようになる。また、兵器システムも強化されて、ウェポンベイの容量を4つから6つに増やすことに加え、各種ミサイルの種類も増えるな。JSM 対艦ミサイルも運用可能になるぜ。いいことずくめみたいだけど、お高いんでしょ？
公表はされてないから、いくらかかるかは不明だけど、おそらく一機当たり数億から十数億円じゃないかな。まあ、アップグレードはしなくちゃならないから、しょうがないな。すぐに全機アップグレードすればいいじゃない。運用中の F-35 がブロック4へ更新を完了するのは2030年頃になるんじゃないかな。米軍でも、2026年以降になるって噂だし、メインコンピューターの換装やパノラマ式コクピット表示装置や、サイドキック、つまりウェポンベイの換装もあるから、順次 FACO に持ち込む必要があるんだ。普通の整備に加えて、改造もしなきゃいけないから、どうしても時間がかかってしまうわけだぜ。でもブロックみたいにブロックを取り替えるだけじゃダメなのね。霊夢の F-35 は中華パチモンだから、でもじゃないけどな。悔しい。その後のアップグレード予定も一応発表されてはいるぜ。いつになるかはわからないけど、ブロック5で ANAPG-81 レーダーへの改良モードの追加、電子戦システムのアップグレード、AIM-120 の6発同時傾向能力の負荷などだ。ふむふむ、ブロック6では推進システムの管理機能、電子攻撃機能、友軍の追跡能力、全方位での脅威のパッシブ探知反応機能を強化する予定で、ブロック7は生物化学戦環境下での防護機能強化などを予定だそうだ。なんだかゲームとかの、大型アップデート実装予定、交互期待みたいな感じね。このブロック4でのアップデートによって、出雲や加賀に搭載予定の F-35B も、いわゆる肉化任務が可能となり、海上自衛隊の対空能力も大幅に向上するから、大規模アップデートっていう表現もあながち間違ってないぜ。どういうこと？例えば、海上自衛隊の最新型イージス艦であるマヤ級は CEC と呼ばれる機能があるんだ。CEC とは戦闘情報を共有するシステムであり、ネットワーク戦闘能力を保有していることを意味するんだぜ。簡単に言うと、わかりやすく言うと、時間あるいは領艦、哨戒機や戦闘機が捉えた相手の位置情報などを共有し、地震や味方の射撃情報に使うことが可能になるんだ。つまり F-35B とデータリンク可能になるってことだ。ブロック3じゃできないのね。まず F-35B が前方進出して敵が発射したミサイルを探知する。そしてこのデータをデータリンクによって付近 CEC 搭載イージス艦に送付される。ここで重要なのがデータを送付された側のイージス艦はまだ目標が感知できていない状態という点で、つまり見えていない敵があたかも見えている状態になるわけだ。イージス艦のレーダーでは探知できない、水平線の下の敵を察知できるのね。探知できれば、SM-6 を発射可能になる。つまり大幅に艦隊の対空防衛半径が増加するってことだぜ。それが、ブロック4で実現するのね。最初から、その能力を付与できればいいんだけど、各種能力を付与するには莫大な時間がかかるし、それを待っていたら22世紀になっちゃうからな。じわじわとアップデートするのが正解だろうな。また、待ってる間にテクノロジーも進化するしな。今後の戦闘機は、そんな感じになるってことね。F-35 みたいに大量生産、運用できる機体なら、可能だけど、少数しか配備しない場合はアップグレードも割高になるんだぜ。航空自衛隊の F-2 大会である、F-3 計画なんかだと、アップグレードするにしても費用対効果の問題は付きまとうだろうな。世代交代するたびに、機種数や生産数も減ってるし、価格も高くなってるわね。第7世代あたりになると、西側一機種、東側一機種、あたりになってしまっても不思議はないぜ。ところで、なぜブロックっていうの？デモブロックからのパクリ？アメリカ陸軍海軍空軍の3軍で共通の命名規則を用いているんだが、軍用機専用の正式呼称なんだぜ。シリーズまたは設計の範囲内で定義された構成と定義されているな。ふむふむ。例えば F-35A ブロック4の場合、F が戦闘機、35が設計番号、A がシリーズ、ブロック4が構成ってことだ。ブロックのところはアップデートされると変わるって感じだな。そうなんだ。最後にシリアルナンバーつまり1機を特定するために固有番号が付与されるんだ。こうやって命名基準を統一しないと、わけがわからなくなるからな。よくわかったわ。余談だけど、F-35 は音声コマンドによって通信や広報などを操作することが可能だぜ。手で操作しなくても音声で操作可能なんだ。でも、F-35 を操縦している現役パイロットによれば、地上のシミュレーターでは役に立つかもしれないが強烈な加速度と戦う実際の飛行中には全く当てにならず、この機能を活用しているパイロットと出会ったことがないと言っているんだ。使えない機能じゃ困るわね。そのあたりもブロック4で改善されるといいな。せっかくの機能だし、実用的に改善すれば多少は役立つかもしれないぜ。高い戦闘機だしね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた。